海外の仕事が来た。誰？私にお任せください。聞こえる。あれは何ですの？気持ちを打ち明けると心が落ち着く。行きなさい。隙あらば入り込む天狗。私にお任せください。行きなさい。デュポーンは仲間を諦めたりしません。私もそうです。わうん、秘密ってのはいつだってありきたりな言葉の中に隠れている。聞いてもらう。隙あらば入り込む天狗。おとなしくしてよ。過激な部署に飛ばされるのは勘弁だからね。